はい、本日は三鷹市にございます三鷹クラブ監督の浜中様にお話をお伺いさせていただきます。浜中様、どうもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初にですね、簡単にチームの練習時間とですね、練習曜日場所などを教えていただけますでしょうか。はい、練習は毎週土曜日日曜日、あと祝日と、毎週木曜日のナイター練習で、はい、土日は、9時から5時ぐらい、はい、ナイターは6時半から9時までとなっております。はい、ありがとうございます。と浜中様自身 その監督歴といいますか、何年ぐらいやられているんでしょうか。中等部の方は、今年で8年目です。はい、はい、ありがとうございます。今そのチームにですね、コーチの方は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。7名です。はい、ありがとうございます。チームとしてですね、月々に、いただいています、会費とかですね、ございましたら教えていただけますでしょうか。はい、月5000円になります。はい、ありがとうございます。とこちらのチームさんでは、保護者の方のですね、お手伝いとか何か、されておりますでしょうか。手伝いはあります。はい、だいたい月に1ヶ月から2ヶ月に、1回ぐらいのぐらいで1回回ってきます。はい、ありがとうございます。今現在のですね、チームの人数大まかにですが、教えていただけますでしょうか。はい、3年が、11名、2年が22名、1年が20名、53名になります。はい、ありがとうございます。と三鷹クラブさんのですね、選手の主な進学先といいますか、何かございましたらぜひ教えてください。今年は、日本学園と、はい、昭和第一学園、はい、あと日大鶴ヶ丘さんにお願いしております。はい、ありがとうございます。とこちらのチームさんなんですけど、創立されてどのぐらいになりますでしょうか。今年で15年になります。はい、ありがとうございます。こちらのチームでは、合宿などキャンプとかですね、何かされておりますでしょうか。合宿っていう合宿はしてないんですけども、はい、夏に愛知の方に遠征試合と、はい、秋に、滋賀県の方に遠征と、はい、あと長野県に遠征行っております。はい、ありがとうございます。すみません、最後になりますが、とお子さんたちをですね、指導するにあたって何かこう心がけていることとかですね、方針のようなものがあれば、ぜひ教えてください。そうですね、まずコミュニケーションですかね、子どもとの、はい、厳しく中にも、まあコミュニケーションが取れてれば、はい、お互い分かり合えるんじゃないかと。ありがとうございます。ではインタビュー以上となりますので、浜中様どうもありがとうございました。